中国空母3番艦の復権が航行試験を間もなく実施するとの情報をキャッチしました。今回は中空母復権ついに航行試験開始か、電磁式カタパルトに FC31 戦闘機が、米苦戦だが盗み出した技術で成功かを詳しく見ていきますね。はっきり言って中国は巨大国に、中国海軍の航空母艦といえば、一番艦で練習用と見さされている遼寧が、近年は日本の近海にもたびたび進出するなど、同国海軍が自国の沿海域を越えて西太平洋に勢力を拡大するための象徴的な戦力と位置付けていることが感じられる。遼寧は旧ソ連時代に建造中であった同国の未完成の航空母艦を最終的に所有権を有したウクライナから中国がスクラップと名目を偽って入手し、完成させて自国の初の航空母艦として収益させたことでも有名だ。中国はこの遼寧を完成させた経験をもとに国産としては初建造で、海軍としては2隻目の航空母艦3トンもすでに2019年末に収益させ、航空母艦戦力の拡充を図っており、こちらも海洋進出の強化を印象つけている。しかし、遼寧、3トンの2隻は、いずれも、ストーバー、ショートテイクオフバットアレステッドリカバリー方式での艦載機の運用を行う航空母艦であり、艦首部には、スキージャンプと呼ばれる傾斜が付けられている。これは、ストーバー方式が、日本語では、短距離離陸、高速着艦と訳されることからもわかるように、艦載機が、できるだけ短い距離を、自走式スキージャンプ勾配を利用して離陸し、着艦は、アレスティングワイヤーを使用する形式のものだ。このストーバー方式は、発艦に、強制的に、艦載機を加速させるカタパルトを使用しないため、その開発技術やノウハウを持たない国の海軍の航空母艦でも用いられているが、その分、艦載機の能力には制限が生じてしまう。これは、ストーバー方式の場合には、どうしても、艦載機が自力で加速して離陸する必要があるため、機体自体を軽くしておくことが避けられず、物理的には可能な、燃料や兵装の搭載量を減らさざるを得ないことを意味している。よって、ストーバー方式で離陸した艦載機は、カタパルトを装備したキャタバー方式の場合と比して、一概に燃料が少ないため、作戦行動半径が狭く、また、兵装も少ないため、攻撃回数や攻撃能力に劣ることがマストと考えられている。アメリカ海軍の主力である、10隻のミニッツ級航空母艦及び1隻のジェラルド・ R ・フォード級は全てカタパルトを備えたキャタバー方式であるが、同方式が採用されている航空母艦はこれら以外にはフランス海軍のシャルル・ド・ゴールのみである。このシャルル・ド・ゴールが搭載しているカタパルトもアメリカが同盟国として技術援助を行っていることで実現されているものであり、事実上、これまでは、カタパルトの製造や運用技術は、アメリカが独占していると言って良い状態だった。これらのカタパルトの中で、ミニッツ級やシャルル・ド・ゴールが搭載している形式が蒸気式カタパルトであり、映画、トップガンで、アメリカ海軍の航空母艦から、F-14 や F-A18 等が離陸する際に描写されたものだ。これらの映画の画面でもわかるように、蒸気式カタパルトは、文字通り、蒸気を、その力として動作しているため、艦載機の離陸時には、かなりの量の水蒸気が飛散されることを目にしたという方も、少なからずおられるだろう。アメリカ海軍のニミッツ級航空母艦は、この蒸気式カタパルトを艦首に向けて、2機、アングルドデッキ上に、2機の合計4機を備えているが、動力となる蒸気を通すため、
非常に多くの配管を管内に張り巡らせている。その蒸気用の配管の維持、メンテナンスにも膨大な労力がかかるであろうことは想像に難くなく、また艦載機の離陸時の機体ごとの調節のたやすさを狙って、アメリカ海軍は2017年に就役させたジェラルド・ R ・フォード級からカタパルトの仕組みを変更した。それが展示式のカタパルトであり、エマルス・エレクトロマグネティック・エアクラフト・ローンチ・システムと呼称される電気を動力源として用いる形式で、アメリカ海軍とイギリス海軍とが共同開発を行ったものになる。電磁式のカタパルトは、蒸気式のものと比して、艦載機へ加える力をより、状態に応じて細かく制御可能であり、また、エネルギー効率に優れ、構成部品が、長寿命、蒸気を起こす、ボイラーやその配管が不要となることが、利点とされている。引き換え電磁式のカタパルトの運用には、膨大な電力を供給する必要があり、また、現時点では、蒸気式カタパルトに比して、開発、及び、製造に要するコストが、総じて高額であり、費用対効果の面では、まだ課題が多いと考えられてきた。しかも、この電磁式カタパルトを搭載した、初の航空母艦である、ジェラルド・ R ・フォードは、2017年に就役を果たしたものの、同システムや、他の並走搬出用のエレベータなどのトラブルが相次ぎ、戦力化にはかなりの時間を要している。こうしたジェラルド・ R ・フォードでの失敗の教訓を生かし、以後のアメリカ海軍では、艦艇への新機軸の搭載は、ある程度に限定しつつ進めていく方針を打ち出しており、安定した移行を図ることを優先するようだ。このように、アメリカ海軍ですらもその導入と未運用に手を焼いた電磁式カタパルトであるが、中国海軍では2022年6月に進水を行った3隻目の航空母艦福建に、これまでカタパルトの運用実績すらないにもかかわらず搭載すると明言している。福建が進水を迎えた際には、搭載予定とされた電磁式カタパルトは3機と説明されていたが、いずれもその箇所には覆いがかけられており、実際に装備されるのはまだ後のことになるのだろうと伺わせた。中国海軍の福建は基準排水量が 71,875 トン、満載排水量が8万トン以上、全長が315メートル以上、全幅が76メートル以上と推定されているが、無論、この規模は、アメリカ海軍の航空母艦を除けば、世界でも最大クラスである。福建は、早ければ、この2023年春前後に、最初の航行テストに臨むと、予想する西側の関係者もあり、さらに、そこから、1年半ほどの期間をかけて、2024年中には、実戦配備が行われる可能性も示唆されるなど、動向が注目される。このスケジュールの予測が正しいと仮定した場合、福建は来年の2024年には電磁式カタパルトを含む艦載機のキャタバー方式での運用能力を獲得することが必須となるが、個人的にはこの流れがスムーズにいくのかには疑問を禁じ得ない。まずは当然のことながら、あのアメリカ軍でさえも想定通りに稼働させることに時間を要した電磁式カタパルトそのものについてであり、いかに中国が様々な技術を模倣しコピーする国といえど、それが今から1年ほどで可能かという点だ。次にキャタバー方式用の艦載機の準備の件があり、これまでストーバー方式の機体しか運用してこなかった中国が、これまでも報道はされてはきたが、戦闘機をはじめとし、早期管制機等まで網羅する形にできるのかという部分である。そして、最後には、福建は、
これまでの中国の航空母艦と同様に通常動力型であり、非常に大きな電力を必要とする電磁式カタパルトの運用をその仕様で実用化できるのかという点で、決してそれ容易ではないと考えるためだ。これらのまとめれば、電磁式カタパルトそのものの完成、搭載する各種艦載機のストーバー方式への対応、通常動力型である復権の電力供給能力という3点から、その2024年内での収益は困難なのではないかと、個人的には思える。いずれにせよ、中国側がまず予想されたように、この2023年の春から、復権の公開テストに着手できるのか否かが、鍵となると思われるが、この2023年3月の段階でも、今のところ、そうした動きは、少なくとも報じられてはいない。